今日のこのピッチの目的は一つだけです。日本初で世界に通用するすっごいいいアプリ作っちゃったんで、みんなに知ってもらいたい。で、そのままですね、皆さんとそれからそのお子さんにですね、ファンになってもらいたいということです。で、この名前スプリンギンというアプリなんですけれども、僕ももともとですね、ずっと15年クリエイターとしてずっと1500個以上の作品を作ってきて、で気づいたことは、作る人が一番楽しいってことなんですね。だからもう子供たちも、日本だけじゃなくていいです、世界中の子供たちがクリエイターになれるにはどうしたらいいかって、そのためのツールがないなというので作ったアプリがこれです。もうすでにアプリ動いているところなんですけど、これ開発画面です。じゃあ1個ですね、そのまんま作品を作ってみたいと思います。こんな感じですね。もう一回も文字を使わないっていうのが一つの特徴になっています。こんな感じですね、絵描きますね。で、描いた絵を画面に配置していくと。で、今これですでに動き始まってるんですけど、じゃあどんなふうに動くか見てみようと思ったらいつでも確認ができます。で、まあこれ置いただけなんで何も起こんないんですけど、触ったりとかですね、飛ばしたりとかできると。っていうことはなぜかというと、ここに今空間重力ないからですね。じゃあここに対して全体に下方向に重力をかけてみようってするとですね、落ちます。で、これ今こんな感じでアイコンだけを使ってプログラミングをしていくんですけど、例えばじゃあ今こっちは落ちて回転してもいいけど、こっちは落ちてほしくないなと、こんな感じですね、アイコンだとできますけど、これが全てです。だからこれの組み合わせだけでいろんなものが作れます。もう本当に今のスマホアプリぐらいは作れちゃうんですけど、こんな感じで転がるなと。っていうことは、じゃあこれ転がしたいから、これ子供に言うときはですね、ピタゴラスイッチを作ろうって言うんですけど、こんな感じで床を作って、で斜めにこんな風にして、これピンで止めてあげると、おっと、はまっちゃいましたね。じゃあこの位置が悪いってことですね。だからこういう風にちょこちょこいろいろ変えていくのが大事なんですね。で、今転がっていったんで、今下残ったやつ、これちょっとジャンプボタンにしたいと思います。これをタッチされたら、つながってる相手に対してジャンプをさせようと。作るとこれでジャンプボタンになりますね。で、じゃあ今度はピタゴラスイッチなんでゴールを作りましょう。ゴールを作って、でここにピンで止めて、で転がって、ジャンプするとぶつかるんですけど、ゴールになってないんで、これ今度は機能、能力をつけていきます。ページを移動するっていう能力をつけてあげると、これでですね、ゴールができます。で、行かないんですよ。なぜかっていうとですね、プログラミングって言った通りにしか動かないので、このボールがぶつかった先に対してイベントを発生させるって設定してあげないといけないですね。で、それを設定すると、これでゴールするというふうにできます。でも今わーっと1分ですね、1分ぐらいで作品作りましたけど、こんな感じでもう1回も文字を使わなくても、なので世界的に言ってる、世界どこでもって言ってるんですけど、作品が作れるようになっています。じゃあこれ使ってどんな作品実際作られてるかっていうとですね、例えばこれ4歳、娘が作ったんですけど、こんな感じでハマったのをですね、こう脱出すると、で脱出するとゴール、かわいいですね。こういうふうにですね、できる、今度4歳で作れちゃいます。じゃあ他に、例えばこれなんですけど、これ小学校5年生の子は音も全部自分で作ったって言ってました。作ると 再生するとですね、これマグロを探せですね、こんな感じで違うのを触ると違うよって言われちゃうんで、マグロちゃんと触ってあげると、こんな感じですね。これどんどん作れていきます。で、これもさっきの出たアイコンの組み合わせのみで作っているので、もう本当にいろんなものが作れるようになっているんですけど、僕ずっとこうクリエイターやってて、作品作るのもちろん楽しいけど、作っただけじゃ意味がないんですよね。作ったものを他の人に使ってもらって初めて価値が生まれると。だからこのアプリはですね、マーケット機能あります、アップストアみたいなもんですね。で、ここざっと見ると、もういろいろ子どもたちが作った作品が、例えばこれ今一番新しいやつですね、昨日アップされてます。で、これ僕は今購入したので100コイン、まあ、この中だけで使えるコインで本当のお金ではないんですけど、100コインがこれでこの作った人に行ってスタートすると、体験版とかそんなまで作ってます。で、こんな感じですね、このどんどん作品が生まれていてですね、ただまあアップストアだけじゃなくて、こういう今オートワークっていうのをテーマをつけて募集をしてるんですけど、まあ、テーマいろいろ出して、そこに対して作品を募集するということもアワードとかもやってます。で、この間ANA さんと組んでですね、アワードをやりました。で、ここにですね、ANA とあと B リーグと組んでやったので、B リーグのオールスター戦にですね、優勝した3チームとか 3つの作品には、オールスター戦札幌でやったやつに入場できる、それから近くの空港から札幌までの飛行機を ANA が出してくるっていう、そういうキャンペーンをやったりとかして、これで130個ぐらい作品が集まったりしました。で、これ実際ですね、こうやって始めてみて、ダウンロード的には今8万5000ぐらいなんですけど、作品も1万以上だーっていっぱい集まって、こうやり取りがされているうちに、
僕らがもう予想もしてなかった出来事が起こっています。それは何かっていうと、子どもたちがこれ作品アップできるだけでコミュニケーション取れないようにしてるんですよ。文字を入力したりとか SNS 的なやつはないんですけど、勝手に作品を使ってコミュニケーションを取り始めています。これ誰、丸川さんというユーザーがいるんですけどね、その質問ですとかですね、宣伝ですとかですね、こうやって見ると上に上見えますかね、名前の隣にいっぱいアイコンというか絵文字ありますよね。あれファンマークって言われるらしいんですよ。でも勝手に自分たちでこの人のファンですみたいなのをやり始めたりとかっていう新しい文化が生まれています。まあ、これによってもう本当にこの辺をフィードバック受けてですね、今いろいろと新しく作っているその機能をですね、新しくしているところではあるんですけど、もうこれで、まあ、本当に子どもたち、もうこれ子どもたちというか大人もいるんですけど、クリエイターって呼んでます。このスプリンギン使ったクリエイターがどん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 今生まれていて、新しい経済ができるところまで、まあ、今コインこの中でしか使えないんですけど、外にも出せるような形で考えているところです。ということで、多分皆さんですね、iPhone の方いっぱいいらっしゃると思うんで、これ App Store のリンクです。今日はですね、ぜひ、はいはい、今立ち上げてください。で、今日目的はユーザーを増やすことなんで、ぜひお願いしたいんですけど、いいですかね。はい。で、これ、無料でやってます。で、どうやってマネタイズするのとかですね、これどうするのってことは、いっぱい言いたいことはあるんですけど、今日はそれを言う場ではないので、本当に興味ある方は、終わった後に僕のところに来てください。細かい、マネタイズというかビジネスモデルもいろいろと考えてはいるんですけど、今日はいかにこれが面白いかってことを伝えたくてこの場に立っているので、ここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。